皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービーサリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、チェリオのレモネードをいただきながらプレイしていきたいと思います。さて皆さん、花粉症の方はどうですか？はい、まあ、スギ花粉の方はね、ピークを少し超えたあたりなんですかね。はい、オイラはね、本当にだいぶマシになりました。先日ね、花粉症の治し方っていう方法を話しましたけど、その方法を実践することによってね、だいぶマシになりましたね。あ、オイラはね、花粉症って言ってもやっぱり程度の差があると思うんで、オイラかなりひどかったんですよ。だからひどい時はね、もう3時間ごとぐらいにね、点鼻薬打たないと、もう鼻が詰まってね、もう鼻から息が吸えない状況になってね、なんか鼻がズルズル言うだけで花粉症っていう人いるんですかね。そんな甘い状況ではなくて、状態ではなくて、鼻からね、息が吸えなくなるんですよ、詰まってね。そういう状態になる人を花粉症って言うんだと思うんですけど、中にはね、なんかズルズル言うだけでね、花粉症という人がいるんで、そんな軽い症状ではなかったんですよ、オイラはね。すごい重い症状で、だから今ね、先ほどもちょっと実況前に点鼻薬1回したんですけど、まあ1日にね、点鼻薬1回もしくは2回で済むっていう現状がね、ほんと信じられないぐらいで、ほんと良かったなと思いますね。はい、ひろゆきさんに感謝しないとね。まあ花粉の季節でこれならば、普通の季節ならば、ひょっとしたらもうね、点鼻薬とも鼻うがいともね、お別れすることができるのかなと、ね、その可能性もありますよね。ね、まあ、逐一報告していきます。必要か分かりませんけどね。はい、さて現在ね、2月2週ですね。まあね、3話前走ね、シルクロードステークスで、まあ、57キロで3着に敗れてしまったと。どうなんですかね、差し競馬ね。ね、もう1回ぐらい叩きましょうか。まあ叩くとしたらね、やっぱりね、1004ちょっと長い感じなんで、まあ、オーシャンステークスですよね。叩いていきましょう。はい、もう G1 厳しいからさすがにね。まあそれで光くんがね、まだ G1 取ってないんですけど、前走ね、東京新聞杯で、まあ、勝ち切ったのでね、 G1 でも期待したいなと。まあ大阪へ目指してね、やっていきましょう。まあもう一戦ぐらい叩いてもいいんですよね。ね、もう一戦ぐらい叩きましょうか。中山記念叩きましょうか。まだ取ってませんからね。はい、まあ、それで大阪杯が目標ですね。まあそれで放牧出して安田記念最大目標ですかね。まあそれで桜ちゃんをね、長距離使おうっていう話になったんだよね。日経新春杯ではね、仕上がり途上で3着と構想したんで、まあ長距離いける可能性があるなと思ってね。ダイヤモンドステークスちょっと厳しいかもしれませんけど、決闘はね、桜吹雪にアイアンウーマンで、まあ桜吹雪が 2000m までの馬で、アイアンウーマンまあマイラーだったんで、まあ、明らかに決闘的に長いんですけど、ダイヤモンドステークス、まあ挑戦してみましょう。来週ですね。はい、まあ、ダート単走強めやっておきましょう。まあ、最近ね、ホースブレーカーとかね、やってますけど、まあ、ダビスターの方も今は面白いところでね、クリア目指してね、やっていきまーす。まあだからね、ヤンチャボーイね、高松梅記念狙いましょうね。中山記念、あ、このまま中山記念行かせるのか。まあまあまあ。それならば、そうだね。ヒカルくんは、金庫賞出そうか。はい。金庫賞出しまーす。まあ、リアル競馬もね、G1 がね、来週高松の梅記念ですから楽しみですよね。オイラも予想するんで、予想動画の方もね、ぜひ見てください。それで、先日ね、2021年度のね、オイラのリアル競馬の成績っていうのを発表したんですけど、意外になんか、思ったよりね、視聴回数が伸びなくて、興味ないんだなと思って、リアル競馬予想も伸びないかな、やっぱりね。昔はね、簡単に1000回ぐらい行ってたんだけど、今予想したら2、300回、回る程度なのかな、ひょっとしたらね。まあ、求められてないのかもしれませんね。さて、ヤンチャボーイね。ヤンチャボーイは、まあ、ダートやっとこうね。スプリントはね、どうですかね、これまはね。スプリントはまだ、そんな使ったことないんだよね。マイルばかり使ってきて、まあ、デビュー戦1200メートルで2着なんですね。はい。まあ、絆をバスちゃんでね、中距離は走りそうな決闘ですけど、
まあ、持って2000メートルなんですかね、このままね。うん、まあ、それでフワちゃんダートバーっていうことが判明したんで、ダート使っていきましょうね。うん、で名前いただいてまでね、ちょっと申し訳ないんだけど故障とかさせてしまってね。うん、まあ、ダート専用に使いましょう。はい、状態どうですか。そう、咳払いするときさ、このマイクのオンオフをしたらいいのかな。ちょっと一回咳払いしますね。はい、どうでした、咳払い消えてました。オンオフ使ったらいいんだなと思って。よくされてるじゃないですか、生放送される方がね。おいらも一応マイクにオンオフの機能がついてるので、ひょっとしたら咳払いするときはマイクをオフにしたらいいのかなっていうね。はい、まあどうせもいいね。はい、ダートアスいっぱいと。うん、おっ、ダートが得意なようですねと分かっております。はい、ダートでちょっと変わってくるかもしれませんね。まあそれでちーちゃんちーちゃんさすがに厳しいと思うな。ちょっと引退させてもいいかな。もうね、ちーちゃんファン多いんですけど。まあそれでギザギザハートがね、まあこの前もダート向きって言われてる割には芝走るんだよね。ジュリアカップでオープン入りしたんでね。まあまあね、桜花賞を狙いに行きたいなと。まあ何かしらね、トライアル使おうかね。チューリップ賞レベル高いからね。まあフィリーズレビューは取ってるんですね。まあ、フラーカップも1008、まあ、1008ちょっと長いかもしれませんけど、つかめましょう。はい、1008ね、芝の1008で結果出てないのでね。結果出てないんですよね。まあ未勝利戦勝ってるんですね。距離は大丈夫かもしれません。まあ、ダート1008はね、こなしてくれないとね、やっぱり困りますからね。まあ、ダートアスいっぱいでね、はい、やっていきましょう。まあ、目標はね、もちろん、クリアなんでね、短距離はもうね、育ててもしゃあない感じなんで、できればスタミナのある馬をね、育てていきたいなと。いきましょう、翌週。さて、さくらちゃんのね、ダイヤモンドステークスですね、期待ですね。福永祐一で、距離が果たして、ね、フワちゃんもね、ミショリ戦です。ダート戦4。今のところダート戦4あたりがね、ぴったりだと思うんでね。はい。デムロと行こうか。ミルコデムロ。まあ、ダート単走詰め。状態どうですか？戻ってます？あ、もう一追い。もう一追いしましょうか。ね。まあ、ウッドでやりましょう。戻ってきましたね。OK でーす。まあ、それ、サクちゃんもね、まあ、軽めで行きましょうかね。はい。まあ、輸送ですからね。馬なりで行きまーす。はい。牝馬は直前軽めっていうね。ね。まあ、ヒカルくんもね、鍛えていきましょう。まあ、ヒカルくんは2000メートルは実績あったっけ？まあ、2000メートルは、どうですか、どうですか。まあ、起点が4番人気で14着だった。大阪で3着してたんで、そういえばね。ね、去年3着してたんで。まあ、距離はね、ギリギリなんだよね、2000メートルね。まあ、どうですかね。金庫賞あたりで、勝ち切ってほしいね。ね。まあ、3はね、もうスピードに特化した馬なんで、芝でやります。まあ、本番差しでいくかね、先行のがいいかな。スプリンターズステークス勝った時は、まあ、逃げだったんだ。やっぱり根性あるからね、先行のはいいかもね、これ。まあね、差し味やっぱり厳しいか。ね。まあ、ヤンチャボーイもね、G1 級であることは間違いないと思うので、これまもね、成長方遅めだから、今年が勝負ですよ。今年来年が勝負なんで、これからですよ、このまま。ね。8月1週入級だからね、これからですよね。まあ、ギザギザハートもね、まあ一応クラシック乗ってもらいましょうね、春はね。はい。秋からね、ダート中心に使いましょう。翌週。さて、フワちゃんね、まあダートですからね、負けるわけにはいきませんよ。まあ、おそらくいい枠引いたんでね、先行できます。レース。高等競馬1レース。3歳2歳。さて、ダート1400m、コンディションは芝スタートですね。スタートしました。いいスタート。
まず何がいきますか、まあ、スキップでいきましょうか。はい、北さん態度、さて、頑張れ頑張れ、北さん態度強い、ライバルの北さん態度の中に負けるな、ダートなら勝てるはず、ダートなら勝てるはず、させ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 、最後グイッとグイッと、もう一伸び、北さん態度か、あれ差し切れない、差し切れないのか、差し切れないわ、ダメだ、ちょっとこのまま厳しいな、ねえ、ダートでも勝てないのか、距離が短い、ちょっと今ので勝てないのであればちょっと苦しいかなっていうね。さて、さくらちゃん、やっぱり総合印無印やね。まあ、ただ印的には悪くないよね。ね、まあギスターブくらい、パフォーマープロミス、ジャガーメール、ジャガーメールはやっぱり強敵だよね。G1 馬だからね。まあ先行でいこうか、レース。東京競馬、さて楽しみですね。ね、おそらく距離長いと思いますけどね。まあでも3400でこの印ってことは案外3000m は持つの。あ、春天は3200m なんで、まあ、この距離は短いですけどね。まあ折り合いつけてね、折り合いつけて、まあ折り合いついてますよね、はい、カーブまで見ようか、ちょっと折り合いついてるかね。7番フォゲッタブル、この辺りが中段、あ、フォゲッタブルもおるやね、はい、後ろに1番ギュスターブクライ、これを見るように外側5番パフォーマープロミス、外から、まあ、1コーナーの入りでね、大丈夫やね、はい、大丈夫ですね、折り合いついてますね、やっぱり距離は大丈夫なんやね、これはね、まあ、スキップできます。さあ先頭立った、粘ってくれ粘ってくれ、3400m まさか持つのか、まさか持つのか、さくらちゃん頑張れ、粘ってくれ粘ってくれ、外から刺してくるものは一頭もいない、一頭もない、伸びる伸びる伸びる、粘ってくれ粘って、こんな強いのこれは、マジでびっくりやな、これびっくりしたわ俺、マジでこんな強いや、長距離張って行かせましょうよ、これびっくりだね、ステギアだったのこれ、まあびっくりした俺、すごいね、レコードタイムだ、まさかのびっくりやねこれ、こんなスタミナあったやさくらちゃんって、ハルティン行かせましょう、はい、あ、それならもう放牧出した方がいいかなね、放牧出して何かしら叩いてね、ハルティン行かせましょうよ、これ長距離馬だったんだ、知らなかったよ、知らなかったよ、今確認したんですけど、咳払い消えてましたね。ね。そんな便利な機能があったのに、今まで全然使用してませんでしたね。はい。これから使いたいと思います。さて、やんちゃボーイ中山記念ね。まあ、中山記念まだ取ってないんでね、数を組んでいきましょう。はい。ちーちゃんってやっぱ、ふわふわタイム厳しいが。ふわふわタイム本当ね、両結馬につけたんですけど、申し訳ないな、本当に。ちーちゃんはまあ、まあ、おいらが名付けたんで、いつでも引退させることができますけど、ねえ。まあ、この、ちいちゃんダートマじゃないよね。ねえ。ちいちゃんもう厳しいと思うよ、俺。もう最後にしよう。次で最後にしよう。ねえ。まあ、マイル使おうか。マイルね。はい。これで負けたら引退は。ファンの多い馬ですけど、諦めるわ。まあ、それで、ね、ふわふわタイムもうちょっとやろうね。はい。まあ、7月一週入級だから、これからだよ。これから、ディープのね、ダートバーってね、リアルでもそんないないので、ね。まあ、ダート、戦に使おうか。はい。次勝たないとね、さすがに。ね。さあ、調教していきましょう。ギザちゃんね。はい、ギザちゃん。あ、ちょっと、もういいか、合わせばね。はい。まあでもびっくりしましたね、ダイヤモンドステークスね。あんな楽勝するとはね。まあ2000使ったんで、ちょっと放牧出しましょうね。それで何かしら叩いて、春天ですね。はい、放牧出します。はい。OK です。こんなコテコテのステイヤーだとは思わなんだよ。ね。さて、ヒカル君もね、頑張ってほしいな。
ね、今何気にね高素質馬が揃っていて面白いところですよね、ダビスはね、ね、かなり面白くなってきましたね。ね、スプリンターにステイヤーに、ね、中距離馬に G1 で活躍できそうな馬が今揃ってるのでね、うん。さてヤンチャボーイですね、あれあれマイラ1008持たないのこれ、まあひょっとしたらというか坂がパワーがないのかな、坂がダメなのかな、どうですかね。まあ一番下総合力なんで距離適正だけではないですよね、坂とかだったりするのかな、パワーだったりね、加速力感ずぶいの、うん、まあ行きましょう、先行ですね、はい、ラストインパクトね、そこまで強い馬ではないのでね、これも案外だからスプリント寄りなのかな、ひょっとしたらね、スプリントの方が走るかもしれないね、うん、まあ、ただ1008でどういう競馬見せるかね、うん、ちょっとね立ち遅れましたね、あーシルポート懐かしいね、逃げ馬のね、うん、まあ、裏についてるんでスキップで、はい、さて1111根性もあるからね、この馬ね、はい、根性もあるから最後垂れるんだよね、でもね、はい、させさせ、ラストインパクトにもうやっぱり距離か、距離だなこれね、ダメだこの馬、あれだよ 2000m 走れないよ、距離だわこれ明らかに、うん、1008も走れないんだね、まあ、お金稼ぎに頑張ってもらおうか、まあでも距離とは言われてないんですね、わかりません、はい、入れ込んでたってことはないんだよね、だから、うん、はい、ちょっとねあのオンオフマイクのオンオフ機能をねあのやりました、はい、はい、まあね、はい、 OK です、うん、まあね、ちょっとオムセティの子、女の子だね、オムセティの子ね期待してるんで、オムセティは長距離で走った馬なのでね、スタメンのある子が生まれるんじゃないかなと、はい、海外芝を買うか、ファストネットロック、うん、ディンヒル3区か、まあ、距離が短距離馬だね、いらねえや、うん、7億円かい、2000万になってしまうから、うん、まあ、一応ね7億までお金が貯まってきたんで、なんか使おうかな、2歳馬買おうか、セリ1で、それ3ですね、うん、まあ、ここ久々に勝ちたい、先行で行きますか、まあ、誰にしようかな、たけし君乗ってもらおうか、うん、まあ岩田未来ジョッキーがね最近ちょっと結果出てないので、まあね、お父さんの安原ジョッキーがねすごい好調ですよね、あのダートから転戦、若葉ステークスに転戦してね芝で完勝した、なんだっけ、デセルトじゃ、名前が出てこないな、あれ走るのかなね、あれ血統なんだっけ、ちょっと思い出せないな、なんか調べたんですけど、うん、3、うん、お気にしましたっけ、お気にしとるな、うん、さて、ヒカル君もね、期待です、まあ、ダート中心ね、これはやっぱり 2000m ギリギリだからね、まあ、かなりね、あのダート中距離してスタミナは補強したんですけど、これ以上スタミナはつかんかな、ヒカル君もね、うん、まあ、さくらちゃん来たやね。このまま肩の筋肉丸いよね。あ、肩の筋肉のとか関係ないんかな。ねえ。まあ、やんちゃボーイ角張ってるんで距離持つのかなと思いきや。まあでも距離って言われなかったんで、会員は何かな、急坂、まあこのまま2000しか使えんからね。まあまあスプリント行かせよう。うん。うん、高松の駅伝。まあ、二頭出しになりますね。うん。OK。まあ、フワちゃんもね、何鍛えたらいいのかな、やっぱ芝か。芝が足りないんか。ね。そんな感じですね。スピードも鍛えないとね。うん。うん。まあ、ちーちゃんはね、まあ、次で最後にしようかなと。うん。案外距離持ったりするのかな、これ、まあ。ダート苦手か。はい。もう一回ウッドでやりましょう。うん。はい。どんどんね、絶好調にしましょうね。はい。
さてギザちゃんもね、まあ、この程度で体重は出したいよね。まあ、芝やっとこうか。はい。うん、調子戻ってきてますね。ね、これまあパワーもありそうですよね。まあ胸前の筋肉もちょっとしっかり見ないとね。これまあちょっと胸前の筋肉貧弱ですね。ね、うん。まあ、ちいちゃんは、まあ、ちいちゃん結構あるね。ね、結構あるね。でもな、胸を結構あるねとか、最近怒られるかな、女性にね、なんか、ね、柳さんに言われましたけど、結構い、ね、ちょっと、口悪いんでね、最近。ホースブレーカーではかなり口悪いんで、ね。巻きましょう、翌週ね。翌週、あ、ちょっとコメント確かめるの忘れたね。失敗した。さて、3ですね。内枠だから、まあ、先行だよね。はい。うん。まあ、57キロで、ライバルがアウィル・アウェイに、桜ゴスペルに、ロードクエストに、アースソニックに、エイシンバグ、まあ、今市くんなんでね、相手は。まあ、勝たないといけないな。レース。中山競馬、さて、行きましょう。G3、オーシャンステークス。芝1200メートル、コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか、うん、まあ、好位置キープですね。うん、その位置キープしたら大丈夫でしょう。スキップでいこう。よし、いいし、いいし。これは勝てるってねえの。ね、内枠から1枠1番、アウィルアウェイ。アウィルアウェイ先頭か。させ、させ！こっから根性があるはずだ。根性があるはずだ。3は根性があるはずだ。いや、アウィルアウェイやわ。ねえ。ちょっと粘られましたね。あの、勝ち切る、ちょっと根性がなかったんですね。根性落ちてきたのかな。うん。あれ。ねえ、差し返すぐらいの根性の持ち主でしたけど。はい、ごめんなさい。オフにしてました。くしゃみ出るかなと思ったら、出ませんでした。はい。さて、ヒカルくんの金庫賞。まあ、2000メートルを克服してほしいですよね。さて、追いきましょう。うん、まあ、ダートやりましょうね。馬なりでいっか。ね、輸送だから。うん、OK でーす。まあ、前哨戦は勝ちたいですね。ねえ。うん。まあ、3がちょっとね、ねえ、勝ちきれないんですね。まあ、予定通り、ね、高松山記念行かせようと思まーす。うん。まあ、高松山記念ね、リアル競馬、おいらはレシテンシャー軸でいいかなと思ってるんですけど、鞍上誰になるんだったっけ？ねえ、うん、なんか、やんちゃボーイもね、まあ、スピードを鍛えていこう。うん。これまあ、スプリンターかもしれないね、ひょっとしたらね。スプリントの方がいいかもしれないよ。うん。距離が持たないのかもしれない。うん。まあ、フワちゃんは芝やろう。スピードを鍛えるわ。うん。まあ、ちょっとパワーが頼りないところがあるのかもしれませんね。うん。まあ、ちーちゃんはね、うん、ちょっと合わせましないとね。はい。合わせましよう。うん。ま、あ、いい、OK ですね。はい。戻ってきました。うん。さて、ギザちゃんね。うん。ま、芝もやりましょう。よし。さて、ヒカルくんね。あ、よかったね。一番下印ついとるわ。2000メートル持つようになったんじゃない？まあ、まあ、ライバルはね、山勝エースにウィン・バリアシオン。うん。まあ、ここで勝てなかったら大阪へ勝てないな。うん。ペルシアンナイトより、ね、終始が熱いという。まあ、チャンスは十分にありますよね。まあ、行きましょう。レース。気象がいいんやね、これはね。うん。中京競馬さて、これはすごい綺麗な馬場ですね。ね。好天に恵まれ。コンディションは良。スタートしました。短パンの両馬は。まずは鮮やかな緑の絨毯。ごめんなさい。あ、ビクトリーもいるんですね。うん、あ、逃げなくていいですよ。逃げなくていいですよ。うん、
きまして9番パッションダンス、まあいい感じですね。スキップでいきましょう。はい、さて1位競り合って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 、激しく競り合っている。キラキラキラピと外なんだ、ベルクスじゃないよな。粘ってくれ粘って、セット立っている、粘って、パッションダンスにかわされるのか。外から山勝か、あれ山勝やわ、やっぱ距離でやわ。あーやっぱり 2000m だったら最後垂れるな、ね、ちょっと距離が長いんでしょうか。まあまあまあ、大阪杯で巻き返しを期待しましょう。やっぱり 2000m はねちょっと足りないところがあるのかもしれません。はい、はい、今回はね高本の名記念までにしましょうかね。はい、それでフワちゃん未勝利、これ勝たないといけないよ。ダート 1200m、 まあ福永祐一で、みんなのアイドル福永祐一、ちーちゃんこれ負けたら引退だからね。まあ、カズオジョッキーでいきます。さてギザちゃんもね、ふわふわは、ごめんなさい、あのフラワーカップね、松山ジョッキーでいきます。まあギザギザハートはね、まあスピード鍛えていきましょう。まあフラワーカップそこまでレベル高くない可能性があるので、まあチャンスはあると思うんですよね。まあ、それでちーちゃんね、まあ絶好調にはしない方がいいよね。あの女馬だから入れ込む可能性があるからね。まあフワちゃんもね、はい、まあ芝炭素を詰めていいかな。負けられませんねこの一戦はね。それでヤンチャボーイはね、あの高松山記念ですね。はい、期待しましょう。まあ前走がね大敗だったんでね、人気ありましたけどね。さくらちゃんどうし、まだ帰休させない方がいいか。まあね、ちょっと春天の前に一回叩けるかなこれ。まあでもね、休明け初戦で日経新人杯でまあ構想したんだけど、何かしら叩いた方がいいよね。まあ帰ってこさせようかね、叩いた方がいいよね。日経賞でも叩いた方がいいよね。まあ帰ってきてもらおうか。帰休しよう。おそらく2000は出れると思うんでね。はい、まあ、それでまあ橋田商店今週なんで、大阪へ使う、まあね坂が良くないのかなこれはね。大阪へ使おうか。日経賞から春手行く、大阪へ使うか。ちょっと大阪へ負けると思うんだよな。日経賞でちょっと距離あった方がいいような感じなんでちょっと迷いどころですけどね。なんか勢いつけて春天行きたいんで、勢いつけよう。はい、 OK です。まあまあ故障が一番怖いから、そんなバシバシはやりません。まあ光くんはね、まあ3はね好調ですね、好調キープですね。はい、まあ、悪くはないんですけどね。さて行きましょうか。あ、ちーちゃんグリグリですよまあ差しのがいいかなね、レース。中山系ね、排水の陣ですからね。芝 1600m、 コンディションは負けられない一戦、負けたら引退ですよ。あんたちーちゃん、あなた引退ですよ。入れ込んでる場合ではないですよ。ね、俺はついてますね。はい、さて見えません、オースの分増しですね。ふくらはぎジョッキー、させさせさせ、セット立ったら粘ってくれちーちゃん、ちーちゃん粘ってくれ、頑張れ頑張れちーちゃん、最後の争いになるか、最後の戦いになるか、粘ってくれ。完勝ですね。ね、マイルドがいいんだ、これはね、完勝だ敗戦の陣に勝利したちーちゃん、ね、ふくらはぎジョッキーが首筋を撫でてね、よくやったみたいな。ねえ、よかったねちーちゃん、まだ引退させるわけにはいかないわ。やっぱり差し馬なんですかね。まあ四角戦闘っぽかったけどね、オート分回してるね。さてフワちゃんもね、これ勝ってほしいね。まあ先行でいきましょうね、いい枠引いたんで先行でいきましょう。レース、中京競馬、さて負けられませんからね。3歳2勝2、ダート 1200m、 コンディションは良。
タートしました。好スタートは2頭、ステイオンザゴ、ナーモブルー。まず何がいきますか。俺はついてますよね。まあスキップできます。さて、させさせ、ちょっと厳しい、ちょっと厳しい、これ勝てないんじゃない、これ。させさせ、ちょっと前の馬がね、もうねえ、ちょっとさせないわこれ。あかんわフワちゃんねえ、あちょっと厳しいわこれ。千人は短いんかねえ。あれ、ちいちゃんのが先に勝ち上がりましたね。いや勝てんわこれ。あ、こっちが福永ジョッキーですかね。はい、さっき勘違いしてたこれね。さて、ギザギザハートね、ついてますね。ディアチーナにホワイトフーガークールキャット、はい、うん、うん、まあ先行でいきましょう。チャンスあるよね。はい、レース、まあ、フラーカップもまだ勝ってないので勝ちたいところですね。うん、さてここね、勝ちたいですよね。 G3 フラワーカップ芝 1800m、 コンディションは、まあ、距離が持てばね、オークスというね期待も出てきますけどね。フラーカップ勝ったらやっぱオークスがね、期待したくなりますよね。まあ、18大丈夫やね、距離はね。うん、まあ、それならばもうチャンピオンズカップも大丈夫っていうことだから、まあ、ダートで、ね、ダート G はまだ2つも取ってませんからね、期待できますよね。まあ、スキップできます。さて、手応えある、手応えある、手応えある、合わせまで上がってこい、合わせまで上がってこい、さっさっさっさ、真ん中から真ん中から、真ん中から真ん中行け、させ、届かないか、届かない、前の馬が粘ってるな、前残りや、これ、ね、前残りですね、頑張れ、頑張れ、4着、5着か、うん、まあ、6着かな、うん、まあ、やっぱり切れ味がね、そこまでないなっていう。うん、さて、高松の駅伝ですね。うん、タキジョッキーでいきましょう。はい、あ、さくらちゃんもね、ちょっと仕上がりがちょっとまだまだですけどね。福永ジョッキーでいきます。はい、ヤンチャボーイ高松の駅伝、うん、千人がどうかね、初めてじゃないのか。うん、カズオジョッキーでいきます。うん、さて、うん、フワちゃんまだいけるね。なんで勝てないのかな。ダートやっぱ距離伸ばした方がいいのかな。うん、ダートマイルの方がいいかな。ダートマイル、あ、17ある、17使おうか。うん、うん、福島ここまで未勝利が続くとはちょっと思ってませんでした ね、うん、まあ、ちいちゃん勝ったんで、ちいちゃんが7月1周入球やね。まあ、これまでもね、ターチャンスタンクで意外と距離が持つんだよね。うん、まあ、マイル以上あった方がね、いい感じなんで、18使ってみようか。うん、はい、福島競馬ならばね、一勝クラスでもレベル低いと思うんでね。はい、まあ、それでギザちゃんはね、まあ桜花賞を出しましょうかね。ちょっと厳しいと思いますけど、うん、はい、登録します。さて、ヤンチャボーイね、置きましょう。まあ、芝炭素強めでね、うん、まあ、絶好調にしましょうかね。絶好調にしましょう、合わせまなりと。うん、 OK です、抜群の仕上がり。さて、さくらちゃんがね、まあ、合わせました方がいいんだろうね。ダート合わせ強めと。どうですか状態。あ、戻ってきてるよ、これ。もう一回やる？この状態で出そうか。ね。うん。前回もだから、こういう状態で、日経新秋杯出して、まあ、次のレースで結果出したんで、同じパターンでいくか。ね。うん。さて、ヒカルくんね。うん。まあ、ヒカルくんちょっと芝やろうか。スピードも鍛えとこう。うん。登録してないね。忘れたいかんで、大阪へ登録しまーす。はい、まあ、それで3もね、期待しましょうね。この馬も長く活躍してくれてるんでね、馬なりでいっか。あ、そうだね、あの完璧な状態にしよう。うん、ちょっとガレてる、あー、ガレ気味やな。
ねえ、うん、まあ馬なりでいこうか。はい、よきしゅう。さて日経賞、まあまあまあ、ウィン・マリリン、ラストドラフト、エタリオ、サウンズ・オブ・アース、まあ強敵ですけどね。あ、まあやや重で、まあちょっと難しいところあるのかな。坂がありますからね、急坂がありますから、やっぱり平坦の方がいい感じですよね。うん、中山競馬。さてちょっとね、構想できないかな、ここはね、不安ですね。芝 2500m、 コンディションはやや重。スタートしました。あー、ちょっとここからの競馬になった。これはダメだ、まずは先行争い、ダメだ、10番ね、レーシン G ライン、ダメじゃないですか。前に持ち出しました。2番手、6番山勝ライデン、スキップできます。山勝ライデン、さてちょっと苦しいですね、これはね。こうなったら、こうなったら苦しい。ちょっと前がね邪魔ですよ。手応えあるのに、ちょっと手応えあるのに、ダメだね、これ出せ、あ、ダメだこれ。うわ、手応えあったんですけどね、伸びてますからね最後まで。いや、これはもうちょっと結果出せたんじゃないかなっていうね。え、福永ジョッキーですよね、頼みますよね。これはもうちょっと手、あ、入れ込んでて、あの走りなの、やっぱり叩いてよかったね。はい、入れ込んでたんだ。それでこの結果なら相当強くなっとるね、これ。まあ春天チャンスありますよ、春天期待ですね。相当強くなってるかもしれないね。さて高松山記念、あ、ヤンチャボーイも結構収集ついてますね。まあヤンチャボーイ先行で、3も先行でいいね。サンカルロか、サシマだから、これ勝てるんじゃない。馬券買おうか、10、17 10、17買おうよ、まれ。はい、10、17ね、26.8 倍と1億円ぐらい買おうか1億円1億円買います。ワイドのがいい感じがするんだけどね。ね、合ってるよね。はい、行こう。よし。はい。来ましょう。これ来たら大笑いやな。ね、17。さて行きましょう。レース。おい、おい。おお、これは力入るね。ワンツーワンツー。チャンスあるで、遅れないよ。切れ味鋭いスピード自慢たち。遅れるなよ。最速をかけた戦いは間もなくです。スタートしました。大丈夫、大丈夫か、大丈夫だね。悪くない悪くない。オッケーオッケーオッケー。2番アンバルブライデン。さて二頭ともね、盛り上げついてるし。2番手1番。チャンスあるチャンスある。サンカルローがね、ライバルになれば十分チャンスあると思うんで。前が詰まってくれたね、サンカルローの。勝てる勝てる。ワンツーワンツーワンツー。一一二頭とも一。二頭とも最高の4番手5番手。最高の位置取り。最高の位置取り。前は空いてる、前は空いてる。ちょっと黄色い帽子が大丈夫かな。3が大丈夫かな。よし、1来た。抜けろ抜けろ抜けろ。さっさせ、ちょっと3伸びない。3が伸びない。3頑張れ、3頑張れ。ヤンチャボーイいけ、ヤンチャボーイさせるさせる、勝てる勝てる。ヤンチャボーイさせ、ヤンチャボーイさせ。3は伸びない、3は伸びない。ヤンチャボーイ3も来い、3も来い、3来い。勝ったね、これ勝った、勝ったけど一応券馬券買ってるからほとんどプラスにならないんじゃないかな。ヤンチャボーイやりましたね、はい、そんな嬉しくないな。馬券で1億円外してたらね、 G1 勝っても嬉しくないなっていう。やっぱりスプリンターやったね、このヤンチャボーイね、うん、強いスプリンターやば、うん、絆3区、おましちゃんスプリンターかね。3はもう限界かなね。えワンツーあるかなと思ったんですけど、あ、入れ込んでたのかよ。もうパドック見ないとね、やっぱ馬券買うときはね。まさか入れ込んでるとはね、ねえ、ねえ、そんな強めの追い切りしてなかったのに、ねえ、マイナスだよね、これ。1億円、9000万なんで、マイナスやがな。さてね、来週大阪杯ですね、期待ですね。はい、まあ、来週はね、あの来週じゃない、次回はね、あの大阪杯とね、あの春天がありますんで期待ですね、楽しみですね、うん。
うん、ヤンチャブね、あの安田記念目指して放牧です。強かったね、うん、というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。